運動に関しては痩せて腹筋割るだけだったら必要はないです。はい、どうも、大成です。本日はですね、腹筋の割り方というテーマでお話ししていこうかなと思います。よく僕のところにですね、どうやったら腹筋割れますか、どうやったら痩せられますかという質問が来るんですね。今年の夏こそ痩せて海行きたい、プール行きたいと思っていたけど今年もダメだったと毎年繰り返してる方多いんじゃないのかなと思います。その来年こそを叶えるために見に来ていただけてるのかなと思うんですけども、これから話すことを知らずに生活するかどうかっていうのは大きな違いになりますので、失敗を繰り返さない、来年こそ成功するために聞いていただけたらなと思います。僕自身もですね、毎年ダイエットしているんですけども、ここの意識をしっかりしていることで毎年成功させているので、参考にしていただけたらなと思います。今回の動画以外にも有益な情報を届けていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。まずいきなり結論なんですけど、腹筋は誰でも割れてます。え、何のことって思う方もいらっしゃるかなと思うんですけど、例えばですね、テレビ番組で体重120キロの人がマイナス40キロして腹筋バキバキにみたいな番組見たことありませんか？それはですね、マッチョになるためにたくさん鍛えたっていうわけでは必ずしもないんですよ。じゃあ何したのって言いますと、それはですね、食事制限です。ダイエットって基本的に何を食べたか、何を食べるかじゃなくて、どれぐらい食べたかっていうその分量が大事になってくるんですね。いわゆるアンダーカロリーっていうやつです。極論を言いますと、そのカロリー内だったらドーナツやお菓子とか食べてもある程度は痩せられます。ただ極論なので、おすすめは絶対にしないです。アンダーカロリーって何っていうお話なんですけど、摂取したカロリーより消費したカロリーの方が下回ることを言うんですよ。じゃあその消費カロリーって何っていうお話なんですけど、内訳として基礎代謝が約 60% で、食事誘発性熱産生が約 10% で、活動代謝が約 30% と言われてます。このソースはですね、厚生労働省が出している eHealthNet の加齢とエネルギー代謝というところから引用しておりますので、概要欄に貼っておきます。その記事の中にですね、男女年齢別の基礎代謝の目安があったので、こちらに出しておきます。この一覧見ても何の数字ってパッとしない方もいらっしゃるかなと思うんですよね。ただこれを目安として覚えておいてください。この数字が基礎代謝なので約 60%、 1日の約10分の6の数字になりますので、そこから残りの10分の4を算出してみてください。それが消費カロリーの1日の目安となります。もちろんですね、筋肉量だったり一日の活動量によって、ここに関しては前後してくるものなので、目安として捉えてください。その全体の目安を把握したら、もうあなたは来年失敗を繰り返しません。生活の中でできることと言ったら、コンビニやスーパー行くとき、何気なくカゴに物入れると思うんですけど、ちょっと裏見て、カロリーだけでもいいです。何キロカロリーかなって見てみてください。何回かそれを繰り返していくうちに、この食べ物何キロカロリーだなっていうのが頭に入ってくるんですよ。そしたら、今日1日これぐらいのカロリー取ったなっていうのが大体分かってくるので、まず第一歩はそのカロリーを把握するっていうところから始めていったらいいんじゃないのかなと思います。少し上級者向けにはなりますが、ここまでできたら絶対痩せるというものを一つ紹介します。それはですね、PFC 計算です。PFC って何っていうところに関してなんですけど、P はタンパク質、C は炭水化物、F は脂質になります。その食事の中で特に意識してほしいことが、タンパク質の摂取です。タンパク質っていうのはですね、筋肉をつける上でとても重要な栄養素になってます。筋肉がつくメリットなんですけど、筋肉がつくとですね、基礎代謝が上がり、何もしなくても脂肪が燃えやすい状態を作ることができます。なのでまずタンパク質を摂取することを心がけてみてください。タンパク質どれぐらい摂取すればいいのっていう話なんですけど、だいたい体重 1kg に対して 1g から1.5g 摂取するように心がけてみてください。例えばですね、体重60キロの方でしたら1日 60g から 90g 摂取するような感じになります。だいたいお肉で言うと 100g に対してタンパク質は20から 30g 含まれております。お肉の種類にはよるんですけども、なので体重 60kg の方は1日お肉を 300g ぐらい食べていただくような目安になるかなと
思います。まあ、お肉以外にもですね、卵だったりお魚、乳製品からもタンパク質は摂取できますので、まあ、いろいろなもので摂取していただければなと思います。まあ、ただそんなにご飯食べれないよという方もいらっしゃると思うんですけど、そういった方におすすめなのがプロテインです。プロテインはですね、だいたい1食あたり 20g から 30g タンパク質摂取できるので、手軽に摂取できます。もし小食でご飯食べれないよって方は、こういったものを使っていただけたらなと思います。日本人はタンパク質不足しがちというデータもあるんですね。タンパク質を摂取することでですね、髪や爪、肌が綺麗になるということもありますので、不足しないように意識してみてください。次に炭水化物なんですけども、炭水化物はダイエットってなったら、まず最初に皆さんが抜くところ、少なくするところなんじゃないかなと思います。結論、これは NG です。なんでかっていう話なんですけども、炭水化物はですね、車で例えるとガソリンの役割をしております。つまりエネルギー源ですね。そのエネルギー源がないと人間の体って動かないですし、そしたらもちろん代謝もどんどん落ちていきます。したがって人間が活動する上で大切なエネルギー源となっております。そして体を動かすだけではなく、仕事だったり勉強するときに頭使うと思うんですけども、頭を働かせるためにも大事なエネルギー源となっております。じゃあどれぐらい摂取したらいいのっていう話なんですけど、だいたい1食あたりコンビニのおにぎり1個から2個分、これに関しては男女で変わってくるんですけど、そこら辺を目安にしていただけたらなと思います。そして炭水化物の摂取タイミングなんですけども、活動している朝から夕方にかけて多めにとって、夜は控えめにするっていう取り方が一番オーソドックスかなと思います。ジム行ってる方だったりトレーニングしてる方に関しては、トレーニングの前後も取ってあげると良いかなと思います。最後に脂質なんですけども、脂質も抜きすぎるのは NG です。脂質の役割なんですけども、基本的に人間のホルモンに関係してきます。抜きすぎるとですね、精神的に病んでしまったりとか、肌荒れしてしまったりとか、そういった原因につながってしまうので注意していただけたらなと思います。まあ、ただですね、取りすぎるともちろん太ってしまうので、ここも注意が必要です。じゃあ何から取ったらいいかと言いますと、魚の油、ナッツ類、オリーブオイル、MCT オイル、良質な油から取ることを意識していただけたらなと思います。そして大体取る目安として、1日の摂取カロリーの 20-30% を目安にしていただけたらなと思います。少なくとも 20% は取るように心がけましょう。そして先ほどですね、極論でおすすめしないと言ったのは、この3つの栄養素の中の1つどれかを過剰に摂取しても極端に太るということはなかなかないです。ただですね、このうちの2つを極端に取ってしまうと太ってしまう可能性が高くなります。じゃあそういった食材何かって言ったら、スイーツだったりお菓子だったり、そういったものが当てはまるんですけど、ここに何が多いかって言ったら、炭水化物、脂質がとても多いんですよ。なのでダイエット中はなるべくこういったものを控えてあげると良いかなと思います。簡単なダイエット方法なんですけど、僕自身もやっている方法でして、それは脂質を抑えるダイエット方法です。これはですね、脂質を抑えつつ炭水化物をしっかりとってダイエットするという方法になります。これが一番簡単で手軽かなと思います。ただこの場合でもですね、脂質を抑えるだけでゼロにはせず、目安としては1日 20% ぐらいは取るようにしましょう。今挙げたタンパク質、炭水化物、脂質、この3つは3大栄養素と言われておりまして、人間が生きる上でとっても大事な栄養素となってます。ここのバランスをしっかり考えられてから、運動だったりサプリメントのことを考えるようにしましょう。まず食事制限だったり栄養素のバランスを考える。運動に関しては痩せて腹筋割るだけだったら必要はないです。ただカロリーだったり栄養素考えると言っても、社会人の方ですと外食に行く機会って多いと思うんですけど、じゃあどういったものだったらおすすめなのか、コンビニだったらどういったものを食べれるかっていう話は違う動画でお話をさせていただこうかなと思います。なのでステップとしては、まずカロリーを気にする、その後でその内訳を気にするっていうところをやっていきましょう。その気にすると言っても、こういった管理に関してはマイフィットネスパルというアプリで手軽にできますので、ぜひここまでできる方はアプリインストールして一回見てみるのもありかなと思います。ここまで難しい話をたくさんしましたが、普段から腹8分目で抑えるだったり、間食を控える、飲んでるものをジュースからお茶にする、水にする、そして理想の体、こうなりたいっていう姿をしっかり想像してあげる、これが本当に大事になりますので、皆さん意識してみてください。これができればですね、脂肪はみるみる落ちていき、来年の夏には
理想の体を手に入れることができていると思います。今この動画をここまで見ていただいているあなたはとっても意識が高く強い気持ちを持った方だと思います。なのでやり方さえ分かれば絶対に成功するので一緒に頑張っていきましょう。そしてまとめなんですけども、1番誰でも腹筋は割れてます。2番大事なのは摂取したカロリーより消費したエネルギーの方が大きくなること。3番1日の摂取カロリーを知りどれぐらいカロリーを取ってるか把握すること。4番その内訳をしっかり把握する。3大栄養素をしっかり取ること。5番腹8分目を守って間食は控える。最後理想の体をしっかり想像すること。はい、ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。これからもですねお役立ちできる情報をどんどん更新していこうかなと思いますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画で